強強エンジニア社長の菅沢です。今日引き続きですね、株式会社レイヤー X CTO の松本さんにお話を聞きたいなと思います。よろしくお願いします。前回まで、そのもう大学生で割とエンジニアとしても強強になったぞと、はい、頑張りました数千時間やってもう全然食っていけるってところまで来て、そこからエグノシーとの出会いがあって、そうですね、それどんな感じだったんですか？3社目の運営やってた会社の中で、うん、そろそろ次行こうかなと思ったタイミングで、うん、グノシーを会社化する前、はい、メールマガジンの頃に一回ご飯食べてたんですよね。あ、グノシー最初メールマガジンだったんですか？そうなんですよ、大学院生3人が作ったメールマガジンとしてスタートしてるんですよ。あ、そうなんですね。パーソナライズドメールマガジン、結構それ早めに登録していて、投資家経由で1回ご飯も食べていて、顔見知りだったんですよ、うんうん、次行こうかな、なんか考えようかなって思ったタイミングで彼らから声上げされて、ご飯食べてその場で、うん、じゃあいますって言って。何人ぐらい使ったんですか、私は？6人かな。まだそんなに知られてない？はい、知られてないですね、うん、パーソナライズメールマガジンって日本でレコメンドっていうのが全然まだ表に出てない頃だったんで、うんうん、珍しいねっていうのでちょっと界隈で知られてるぐらい、うん、とりあえずアルバイトで最初勝手に居座って開発してたって。最初何やったんですか？最初はサーバーサイドのチューニングとかいろいろやってましたね。あとインフラだったりとか、数値の可視化、KPI のダッシュボードが結構アラアラだったんで、当時そんなにそのビッグデータ処理基盤みたいなのが行われてるものがなかったんで、2013年の初めぐらいかな、当時。まあ言うても6人の学生みたいな感じ。3人でその、まあ、創業人と、はい、今代表取締役やられてる、はいはいはい、木村さんと、今さらに共同でいる竹谷さん、あと、まあ、事務の方がいて、僕がそこに入ってた。なるほど。どんな感じの風景なんですか？マンションの一室で黙々と開発してる会社だったんですよ。黙々か。本当に黙々やってましたね。月曜日だけ毎週日本酒を飲んで仕事が終わった日本酒から始まる1週間みたいな。クラムで開発して、スプリントの締めは月曜日に来たんです。締めとして月曜日にお酒飲んで月曜日に締めるっていうのはどういう理由？土日をバッファとして使うって言った月曜日を終わらしました。辻褄を土日で合わせられる。そういう感じで、そういうことで月曜日を、はい、区切りにした。どっかからグノシーといえばもうみんなが使ってるニュースみたいになるんですか、はい、サーブみたいな。その時ってどんな感じですか？その当時まだメルマガだったのを、入社してすぐぐらいに iOS アプリリリースして、でそこからですね、だんだんその iOS アプリでこれだったらユーザー定着していくよねって数字が見えつつ、正確にはこう刺さるまで3回ぐらいさらにメジャーアップデートを入れて。どれぐらいですか、その入社してから3回ですね。1年間で3回メジャーアップデートして、僕ともう1人ぐらいでバーッと書き直して、最初の頃はほぼ1人でやってたりとかも多かったんですけど、ユーザーがより欲しいものに近づけていくってことを、創業3名って、まあ、マシンラーニングの専門家なので。なるほど。マシンラーニングの専門家がパフォーマンス上げられるように、それ以外全部一人という形でやってたという。なるほど。その時はこの1年間ってどういう感覚で出てやるぞって感じなのか？当ててやるぞですよ、最初から。グノシーって、創業してから上場まで2年8ヶ月だったかな、直近の制度上では最速なんですよ。上場の2年前から監査とかね、いろいろ考え始めるんで、つまりもう創業してすぐからもうずっと上場前提に上場のこと考えてるんですよ。最初から上場することを見据えて動いていて、それに合わせて全力で走ってたって感じです。アルバイトではあるんですか？もうアルバイトはすぐ終わって社員になって、そこからそのメジャーアップデートを支えながら1年後に執行役員になったって感じ。入社して1年後には執行役員で、そうです。そして上場してるみたいな。上場して、で上場直後に CTO になって。結構半端ないですね、その時点。3ヶ月に1回新しいアプリ作ってるんですよ。まあ、今のそのグノシーの原型になったバージョンなんかは、僕1ヶ月で作りましたからね。いきなりこうお昼に決まって、分かりましたっつって、プロトを1週間で仕上げて、こんな感じで動けばいいですかってやって、そこからそれをプロダクトになるまで1ヶ月で2枚いて、テレビ CM の直前だったんで、トラフィックにも耐えられるように、かつこう新しい形でっていうのを必死に作り込んで、っていう開発を当時、数年やりきって。フロー状態というかもう。常にそのことを、寝ても覚めてもというか寝てないみたいな。寝てはいるんですよ、夢の中でもコーディングしてるみたいな。それはそれで楽しかったですか？僕はやっぱ仕事好きなんで、こう楽しいですね。ユーザーがやっぱ喜んでくれる、面白い、プロダクト出すことで、その当時で数十万人が毎日喜んで使ってくれてる、これはすごいことだぞと思って、さっさと作って、出してみたいなことに対して、上場して、CTO って、CTO って、いきなり最初の職業は CTO で、2年後ぐらいの上場 CTO みたいな。そうトントン拍子じゃないですか。死んじゃうような死んじゃうペースでやってきたって。エンジニア始めてから 4,5 年ぐらいで、グノシーに入るまでも相当開発もやりまくったぞっていう自負はあると、はい、開発を、まあ、本当同じペースでずっとやってきてるんで、マネジメントにがっつり回るのってやっぱり上場した後ぐらいからなんで、もうそれまでは本当にコード書いてました。コード書くのと、それに必要なチームを作るための採用活動、それもやってたんですか？採用はやってました。創業メンバーが集中できるように採用も全部やろうぞって思って、勉強会やったりとか、発信したりとか、そういう活動も全部一連やってみて、作ってきて、なるほど、制度を作ってみたいな。
相当パワフルですよね、そこは。もうエネルギーある限り。プログラマーとしては、まあ、そのプログラミングは、まあ、楽しいは楽しいで、やるけども、例えばゲームもやりたいしとか、この程度っていうことが多いですね、そのリミッターなく。これやって、会社が大きくなって、ユーザーが増えている、これがすごく楽しいみたいになって、ずっとフロー状態で仕事してみて。CTOになってからどうですか？CTOになってからが辛かったですね。外にも発信してる内容ではあるんですけど、はい、2年半で上場するって結構無茶をやっていて、まあ、無茶ですよね、はい、内部のマネジメント体制とかも全然揃ってないので、うん、まあ、揃ってないとかボロボロだったと。上場直後から結構組織的には問題が出始めて、まあ、一気に人も増えてみたいな。人も増えたし、その組織の立て直しのためにって意味合いがあって CTO になったんですよ。VPOE もつけて、どうやったら良くなるかずっと考えて、その中でこう制度作ったり、休ませるべき人間を休ませたりとかして。でも自分もそんな別に社会人経験で見ては、ガーってやってきたわけじゃないですか。そこでそんなことをやる側も大変じゃないですか。いやもう正解分かんないから辛かったです。そこで初めてこうマネジメントっていうものにすごい悩んで、イケてる CTO たちに話を聞こうって感じで見て回ってました。そのつながりが今 CTO 協会になってたりするので、 CTO 協会に今理事になってるような人たちも、はい、に聞いて回ってたって感じです。彼らはやっぱり百戦錬磨なので、もう聞くと答えが出てきた。彼らのやってることをこうつぶさにこう聞いて咀嚼していくと答えが見つかってきたので、それでなんとか乗り越えて経営陣にも迷惑かけたんですけど、1年半ぐらいかな、だいたいこう落ち着いてきて。尖ってる部分もあったんだ、自分がついてこいよみたいな。ついてこいよだけじゃどうしようもなくなってきたっていうのが正直なところです。制度上の矛盾だったりとか、なんであいつの方が給与高いんだみたいなこと言われちゃうわけですよ。やっぱり経営してると、はいはいはい、24、5歳のペーペーにそんなこと言われましてもみたいなことちょっと内心では思いながらただそれはちょっと申し訳ないと思う。すごい反省していて、答えは分かんないので、本当にいろんな人に聞きながら解決していくしかないっていう。なるほどなるほど。 CTO でもあるけど、なんかちょっとした人事みたいな感じでもあるっていう。人事的なところもずっとやってましたね。ある種こうエンジニアとしてはそういう人事的なこととか経営的なことはやっぱやりたがらない人が多いじゃないですか。ちょっとやりたいタイプですか？目的のためだったら何でもやるみたいな。それがないとやっぱいいプロダクト届かないじゃないですか、モチベーション低い状態でプロダクト作ってもなかなかスピードが出ないし、品質も上がらないし、結果としてはこう落ちるアプリだったりとか、障害が起きたりとか、ってことが続いちゃうんで、そこはもうちゃんと手を入れていかなきゃいけないよね。だんだんその時からかな、組織そのものがプロダクトって思うようになってきたのが、どっかからか、まあ、好転というか。そうですね、まあ、一にその話を聞いて改善して、さらにこうメンバー拡充していったりしながら、まあ、いい仲間が増えてきて、さらに助けてくれて、なんとかかんとかうまく回りました。自分の中で、まあまあ今ならいいかもなっていう事情になってから1年半ですね。それがでも早いっちゃ早いですね。1年半でか上場して地獄の1年でしたよ。1年半の上場をそこから、まあ、1年ちょいはやっぱまあローパフォーマンスになってたんで、自分自身も鬱になりかけるんで、やっぱそういう時って中としては落ち着いてきつつ、新規の事業が立ち上がったっていうのが一つ大きかったんです、新規事業担当の執行役もやったんですよ。この CM の中でもダウンロード数の大きいニュースパスってアプリがあって、あれを新規として立ち上げようっていうのでやってたんですよ。まあ、ほぼ一人でその iOS とAndroid全部書いて、もう一人のメンバー、まあ、実はその LayX の前の CTO、全 CTO で今取締役の榎本っていうのと、もう二人三脚でサーバーとアプリ書いて、もう一人のメンバーにインフラ作ってもらって、デザイナーとマシンランニングの人、こんな感じの布陣で、1月に話が決まって、5月にはリリースしてるって感じで、ゲリリアの公式アプリとしてリリースするっていう。ハードル高いですよね。品質ハードル高かったんですけど、あのスピードでこなして、かつそれがやっぱり、グノシーの中の KPI 的にはすごくいいプロダクトになって、結果出てなんぼなんですよ、組織は。ユーザーにいいもの届いてなんぼなんですけど、そういうのが見えてくると、みんなが、うわ、やるぞーってなってくる。雰囲気がすごい変わってきて、そこからはすごくみんなが伸び始めた。一旦その1年半かけて、良くなってきたところに、新規事業もやらなきゃって言って、オーディングまでやってっていう、はい、そう。それがうまくいってきたら、会社ももっと良くなっていった。そうですね。最終的にブロックチェーンの R&D もやってましたし、広告エンジンのと記事の配信エンジンのパーソナライズアルゴリズムの、レコメンドエンジンの刷新とかをやって、1日1回生成するみたいなやり方で、リストを作るみたいな生成でやってたんですけど、それをより精度上げようっていうので、ユーザーからアクセスが来た瞬間にレコメンドするっていうエンジンに作り変えるっていうプロジェクトをやって、いろんな売上数字もガンガン伸びていったんで、まあ、そこでまあだいぶやりきったかなみたいな感じになった。一息ついたみたいな。そうですね。計何年ぐらいなんですか？5年半ぐらいだった。僕も5年半結構いましたね。そしたらね。5年半いて、そろそろちょっと次行こうかなっていう話をそこしていた。でそこから DMM。そうですね。だいぶグノシーの話が盛り上がっちゃった。ちょっとDMM の話をまた次の回にしたいなと思いますので、一旦いただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。つよチャンネルでは全国のエンジニアのためになる動画をどんどんアップしていきます。チャンネル登録お願いします。